現存十二天守に行こう。現存十二天守とは、江戸期以前に作られ、現在も残る十二棟の天守のこと。弘前城。青森県弘前市にある弘前城。十二天守の中で最も北、かつ最も東にある城になる。津軽為信、信平府氏により1611年に完成。以後260年間、津軽氏の居城となった。当初の天守は、1627年の落雷で焼失。現在の天守は1811年に、辰巳櫓を解体新造したもの。現在本丸当面の石垣修理のため、東南角にあった天守を70メートル移動。本丸に天守がポツンとあるように見えるのはこのため。天守台に戻るのは2026年の予定。この上に天守をそのまま乗せるのがすごい。内部は耐震補強のための鉄骨が目立つ。春の桜で有名な城だが、秋の紅葉も見応えがある。本丸からの岩木山の眺めも良い。松本城。長野県松本市にある松本城。1500年代初頭に作られた深志城が前身となる。現在の天守は石川数正、安永府氏により築造。建造年は諸説あり。早ければ1590年代前半とされる。56階の大天守の高さは25メートルと姫路城に次ぎ、12天守の中で最も細身に見える天守である。また12天守の中でも最も平坦な場所に立つ。高低差のない平城なので防御力が心配になるが、甲状腺によく持ちこたえた星城や備中高松城なども、かなり平べったいところに作られている。高低差はそれほど重要ではないのだろうか。丸岡城。福井県坂井市にある丸岡城。柴田勝家の甥の柴田勝豊により、1630年代前後に築造。櫓などのない独立式天守。天守台から胸までのラインが綺麗。1948年の福井地震で天守は倒壊。元の部材を 70% 以上利用して、1955年に修復。内堀は、明治期に全部埋め立てられた。丸岡城名物の急階段は、斜度最大67度で、しかも窮屈。天守台の石垣は、野面積み。堀、門、櫓、城壁はないのに、ほぼ天守だけ残った、珍しい城。犬山城。愛知県犬山市にある犬山城。織田信長の叔父、信康が1537年に築城。天守は1580年代建造で日本最古とも称される。築造年については諸説あるが、松本城や丸岡城より、築城が何年か早くても遅くても、今となっては大した問題ではない。1617年にこの城に入った、成瀬正成から、短期間の例外を除き、2004年まで成瀬家が個人で所有。城の背後には木曽川が流れる。城は尾張の北の端にあり、川の向こうは美濃である。信長、秀吉、家康も争った戦乱の真っ只中にあった城。
彦根城。滋賀県彦根市にある彦根城。彦根城は約20年かけて築造し、完成は1622年。天守は1606年に完成。中山道と北国街道の分岐点にあったこの城は、築城主の井伊直次以来、幕末まで井伊家の居城だった。4種類の破風や金箔を押した飾りなど、華麗なデザインの天守。内部でも曲がった梁が随所に見られ、作った人の技量の高さが伺われる。彦根城開城に伴い、廃城となった沢山城は、1.6 キロしか離れていない。石垣を見るなら天守の裏から、黒門参道に回るのが良い。玄宮園からの眺めも楽しみの一つ。姫路城。兵庫県姫路市にある姫路城。1346年、赤松貞則が築いた小規模な城が起源とされる。現在の城郭は1608年、池田輝政により築造。築城の名手であった輝政でも完成まで8年かかった。大天守は外観は50、内部は7階の構造。石垣を含めた高さは46メートルある。四方に配された4棟の天守を、4棟の渡り櫓がつなぐ。巨大な連結式天守である。外壁を白漆喰で塗り込めた上、屋根瓦の目地にも白漆喰を施す。結果全体が白く見えるため、白露城の別名がある。松江城。島根県松江市にある松江城。堀押しにより築城され、1611年に完成。天守は四重五階で付け櫓がつく構造。12天守の中では大規模な天守で、広さでは姫路城に次ぐ2、高さでは姫路城、松本城に次ぐ3位の規模。明治の廃城令で櫓や門が売り払われ、失われる中、天守は地元の有力者に買い戻され今に至る。開放感のある最上階からは松江市街や宍道湖が望める。標高28メートルの亀田山の上に立つ天守は、石垣を含め、高さ約30メートルで、木造日本最大の2メートルのシャチホコをいただく。備中松山城。岡山県高梁市にある備中松山城。1260年に秋葉三郎重信が築いた砦が始まりとされる。三村元親が臥牛山周辺に20を超える砦を築くが、毛利軍による兵糧攻めで落城。その後小堀氏を経て、城主となった水谷氏が、1681年から城を改築。天守には珍しい囲炉裏がある。12天守の中で突出して高地にある山城。22階で12天守で最小の天守であるが、大阪夏の陣から60年以上経った後に、こんな山の上に天守を建てる必要はあったのか。明治の廃城令の際には山の上にあることが幸いし、そのまま放置されたという。丸亀城。香川県丸亀市にある丸亀城。生駒親政が1597年から築城を開始。
一国一条例による廃城や修復後の焼失などを経て、現在の天守は1660年に完成。以降幕末まで京極市の居城だった。天守は33階で、デザインはやや地味。内部が暗そうな外観に見えるが、中に入るとそうでもない。天守3階からは、讃岐平野の風景が望める。石の城とも呼ばれる。高い石垣で名高い城。2018年の豪雨で、帯曲と三の丸の石垣が崩落。早期の復興が待たれる。松山城。愛媛県松山市にある松山城。加藤義明により、1602年から築城を開始。城主が賀茂忠友、松平定行と変わり、幕末まで松平家の居城だった。1635年に連立式天守が完成するが、1784年に落雷により天守は焼失。現在の天守が完成したのは、黒船来航翌年の1852年。江戸城天守が焼失後、再建は不要と判断してから、約200年後にこの城郭をよく再建したものである。開放感のある3階からは、城下町の松山の町が360度望める。なお、連立式天守は姫路城と松山城にしか残っていない。宇和島城。愛媛県宇和島市にある宇和島城。1590年代後半に藤堂高虎により築城。1615年に伊達政宗の長男秀宗が入城後、明治まで伊達家の居城だった。天守は1666年頃に伊達宗俊により改修されたもの。天守は独立式で、33階。破風がたくさんつく、こじゃれた造り。かつては城のすぐ下に海がある海城だったが、現在は埋め立てが進み、周囲の堀もない。石段、石垣、天守からは、武骨な印象を受ける。標高73メートルの白山の上に立ち、3階からは市街地や宇和島湾が見える。高知城。高知県高知市にある高知城。南北朝時代から大高坂城があった場所に、山内和豊が1601年から築城を開始し、1611年に完成。1727年の火災で、城郭のほとんどを焼失し、現在の天守は、1749年に再建したもの。本丸の建造物が、ほぼ全て残る日本唯一の城。また、本丸御殿が残るのも、現存12天守でここだけである。天守は3層6階で、高さ 18.5 メートルの望楼型。この天守は、下旬にもシャチホコが飾られているので、窓から間近に見ることができる。北側を見ると、二の丸三の丸、本丸の配置がわかる。高知城歴史博物館の窓から見える天守もおすすめ。ご視聴ありがとうございました。